越しくださいました。ゴールデンウィークの初日にもかかわらず来ていただいて誠にありがとうございます。ありがとうございます。1曲目に聴いていただいたのは、ドラマ太陽の声のテーマソングで、皆さんドラマの本編見たことありますでしょうか。なさそう、一人です。僕も見たことはないんですけど、ゴールデンウィークに上がったら見ようかなと思いました。今決めました、僕。ゴールデンウィークに本編見ます。さて、ジャパニーズインストルメンタルライブですね。このように、皆さんが知っている曲は、このようにちょっと楽しんで聴いてもらって、こんな曲もあるんですよっていうのをちょっと知っていただけたらというコンセプトにより、企画いたしました。多分ミュージシャンぐらいしかわからない名前の人とかあると思うんですけど、ちょっとまあ原曲変えて聴いてください。はい、お願いします。少しばかりの時間ではありますが、皆さんにぜひ楽しんで盛り上げたらと、盛り上がっていただいて、ゴールデンウィークの初日にふさわしいようなライブをしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんな長々と話しておきながら、僕の話はさておきの次の曲に行きたいと思います。次の曲は有名なミュージシャンである鈴木健二さんというギタリストがいましてですね、その曲の、その人の曲のスターオブミューズという曲をやりたいと思います。そしてこれは連続で曲に、次の曲に移るんですけど、その2曲目は T スクエアのサーキットの放浪者という曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。
ました。鈴木健二さんのスタウンユーズ、T スクエアのサーキットの放浪者2曲続けてお聴きいただきました。最初に演奏したスタウンユーズという曲なんですけれども、もともとギターフリークス&ドラムっていうとゲームのために作られた曲だそうで、鈴木さん本人もその発売したゲームがゲーセンに入ってそれでやってみたらしいんですけど、その時はなんかワンコーラスも進めなかったみたいで、進めなかったみたいで、ちょっと難しいっていう噂なので、ギタリストね、岩瀬くんもぜひ機会があればワンコーラス進んでみてください。皆さんの中でもギター弾く人がいたらちょっと、ね、ワンコーラスぜひやってみてやってみてください。この曲、そのスター・オブ・ミューズ1曲目にやった曲は、2曲連続した1曲目にやった曲なんですけど、ちょっとそれ2年前にもね、ちょっとベースの橋部君と同じ時期に、これぐらいの時期にちょっとやりまして、僕の中でちょっと思い入れの強い曲になっております。ちょっと昔のことを思い出すなみたいな、この曲を聴くと強くなるので、ちょっとね、気に入っていただけたらこれ幸いですと思います。はい、その次にやった T スクエアのサーキットの放浪者という曲なんですけど、 T スクエアの中でも多分認知度が低い、多分 T スクエア知ってる人でもあんまり聞いたことないんじゃないかなって思うんですけど、ありがとうございます。ご存知いただいて、そう、あのトゥルース、あの F1 のアルバムに入ってるんですよ。F1 のなんかグランプリなんとかみたいな、なんとかってちょっと失礼な、ちょっとググってますので報告します。で、あのその曲の何曲目だったかなに入ってるんですよ。そのアルバム僕も買ったんで、貸してほしい人にちょっと貸してって言ってください。なんですけど、ライブで。でその T スクエアさんがライブでやってる映像がなくて、全くの手探りなわけですよ。曲聴いてこうどういう感じかなとかね、もう練習リハの段階でちょっとどうするこれみたいな感じになって頑張ってっていうか、その、ね、全員メンバー全員手探りだったんですけど、いかがでしたでしょうか。これを機に T スクエア聴いていただけたらいいと思います。そしてこの曲でギターのソロを聴いてくれた大ギター岩瀬忠次です。じゃあこの流れでメンバー紹介いきたい。オンベース橋部大輝、オンドラムス伊藤圭介、それいいですよね、自分でこうやってる。それでは本当に早いもので、ファーストセット最後の曲になります。本日は2部構成ファーストセカンド分かれてるんで、ちょっとね、少しの間休憩をいただきたいと思います。ちょっとね、引きっぱなしだとちょっとね、ちょっと耳も疲れてくるでしょ、きっと、うん、で、僕らもちょっとね、なんでもない、うん、なので、ちょっとね、その間にはアルマジロさんの美味しい料理を食べていただいて、ちょっと食べてる方もいるんですけど、ちょっと僕もさっきね、アルマジロリズムで、お腹もいっぱいになるというので、そう、その料理をぜひ楽しんでいただいて、時間を過ごしていただけたらと思います。そうですね、そう、セカンドもあるので、ちょっと帰っちゃダメですよ。で、ファーストセット最後の曲も、T スクエアつながり連続になるんですけど、これは最も有名な曲といえばトゥルースということで、ファーストセット最後の曲はトゥルースをやりたいと思います。チューニングして。どうも、こんにちは。MC が本当に苦手ってことで、なんかマイク取っちゃったんだけど、そう、何を話したの？
そして今日ここに来る前にちょっといい感じのこう靴をちょっと前に買って、で今までなんだろう、靴とか超適当だった。おお。あ、まあいい感じの靴下を手に入れましたっていう話で、うん、またじゃあ後半で俺のお披露目タイム、靴下のお披露目。ありがとうございました。それではファーストセット最後の曲聴いてください。トゥルース。
とうございました。ちょっと少しの間休憩をいただきます。それでは2部もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。